Two spectres haunt the Tokyo underground. We've chased down the rumors, and here's what we found. Dressed all in black, faces covered in hair, if you hear their rock music, you'll get quite a scare. They're talk of the town, rumors flit to and fro, but the one thing we can say is they're called Giallo. One of the Tokyo Underground's most visually iconic and memorable acts is the spooky garage rock duo Giallo. And today we've come to their very own party at Shimokitazawa 3 to find out what lies behind their long black hair. Join me, if you dare.2人でバンドになって演奏してたような感じですね。ガレージロックのサウンドではあるんですけど、もともとそのガレージロックをやろうって言って始まったわけではなくて、2人で演奏できる音楽で一番かっこよく鳴らせるのは、音かっこよくちゃんと出せるのは何かなっていうのを考えてたどり着いたのが今の形態って感じですね。 格好でライブしてもいいんですけど、まあ、やっぱり見た目で判断された くないところが結構一番大きいところで、広い意味で、まあ、ルッキズムに対抗してる感じがちょっとあるかなっていうふうに思います。一昨日フェスに出てたんですけど、子供がいて、子供に怖ーいって言われたりしたんですけど、実際こう普段ライブハウスとかでステージから見るのは歓声とか上がると、ああ、よかった、受け入れられてるって思うんですけど、 表情とかは、まあ、これなんで結構見えてないところが大きいですね。歓声があると嬉しいですね。皆さん十分今のままで美しいです。見た目によらず恋とか恋愛とかについての曲が多いと思うんですけど、怪人にとって恋って何ですか？これ本当にいい質問ですよね。 厳密にその愛とか恋とかを歌っているっていうよりは、まあそうとも解釈できる曲っていうことなんですけど、まあでもそのご質問の内容としては、怪人にとって愛や恋とは何かってことだと思うんですけど、まあそこは人と変わんないかなと思いますね。人を誰かを好きになるっていうのは素敵なことだと思いますし、私たちも人間の皆さんのこと大好きです。 Tonight's event is hosted by Giallo, and a crowd has gathered to witness the show. But don't they feel spooked with such specters about? The venue manager must be freaked out. で、どういうもの食べるんですかとか気になるし。そうですね、今回の企画は5月の1日に私たちが2枚目のデモ音源をリリースしたので、それのリリースのパーティーを兼ねているんですけど、もともとこうそういうお祭りごとというかイベント好きなので、まあ何かもうその騒ぐきっかけを作るじゃないですけど、何かっちゃこうやってどんどん企画イベントやっていきたいなというふうに思っての一環って感じですかね。 Thank you.
先ほどなんで怪人でライブやるのかっていうところでもお伝えしたみたいに、見た目で判断されたくないなっていうところが大きいんですけど、でもそれがこう自分たちだけじゃなくて、そのフロアにいるみんな、その見た目で判断されないような空間ができたらいいなっていうのがこうジアローをやる上ですごい思っていて、今は小さいクラブですけど、それがもうどん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 大きくなっていけば、それって結構素敵なことかなと思ったりするんで、そうですね、いい空間をどんどん拡大していくっていうところにご期待いただければなと思います。